にちは、こんばんは、シュワチャンネルのシュワエンです。はい、本日は東広島のバイパスが全線開通したということで走行していきたいと思います。今回は2023年3月19日に17キロの無料の東広島バイパスが開通になりました。今回はその開通したバイパスを利用して、こちらの紙コップに水を入れて走行したら、この紙コップの水はこぼれるのかこぼれないのか検証していきたいと思います。出来たてほやほやの新しい舗装の道路だったら大丈夫だと思っておりますので、一体どうなるのか最後までご覧になってみてください。それでは本日もサクッとやっていきましょう。はい、まず今回走行する新しくできた道路についてご紹介いたします。まずは広島県東広島市にありますこちら、はい、まずは現在の場所なんですけども、こちらの西条の、まあのんたの酒蔵という道の駅に今現在おります。で、今回新しくできたバイパスが八本松西インターというところになります。ここからですね、ここのように黄色い線がずーっとあって、でこちらの瀬野西インターまでの区間が 8.4 キロございます。あとはね、もう一個はちょっと違う箇所が開通になったんですけども、検証するルートとしたら、こちらの瀬野西インターからこちらの八本松西インターまでの区間をちょっと紙コップに水を入れて走行していきたいと思います。はい、それでは早速紙コップにね、水の方入れちゃいましょう。これはね、あれですよ、藤原、皆さんイニシャル D っていう漫画知ってますかね。藤原豆腐店っていう、まあ86のね、車で電するんですけど、水どんぐらいまで行きます、どんぐらいしときます、ダメですよね、皆さん、もっと欲しいよね、皆さん、これでいいですか、どうです、これね、結構入りましたよ、これ。皆さん、こんなもんでいいですか？これを、じゃあこちらの、ちょっとこっちのドリンクホルダーの方に置きます。結構この段階でも、結構危ないよ。ちょっと、どうなるかわかりませんが、ちょっとこのぐらいの量でいきます。はい、皆さん、今回じゃあ、水、こぼれると思います。こぼれないと思います。ちょっとね、どうなるのか予想してみてください。まず、こっからね、新しい、その、八本松西インターまで行くまでにが、ちょっとこぼれそうな気がします。ですので、ちょっとこれ、ちょっと減らしていいです。さすがに多分ね、行くまでにこぼれますわ、これ、完全に。ちょっとこれは、ちょっと減らして走行させてもらいます。はい。オッケー、じゃあそれではスタートします。ちょっとね、水の量はさすがに減らしてもらいました。はい、ようやく新しいバイパスに入ります。はい、こっからです。入りました。じゃあちょっと水入れてもらいましょう。入れます。はい、100までの量よ、100までの量よ、入れすぎは嫌よ、でも少なすぎるのは嫌よ。これぐらいでしょ。もうちょっとか。はい、今現在バイパスを走行しております。すごくね、滑らかな走りとなっております。はい、新しいトンネル今入ってるんですけど、なんかライトの数が少ないですね、なんか。ないけど結構明るいっていう感じで、さすが最新のなんか LED かなんかですかね、めちゃめちゃ明るい。いや、なかなかね、出来たてほやほやの出来たてほやほやの道路を走ることっていうのもないので、ちょっとねワクワクします。まあ水の紙コップの行方もね、ちょっと気になるんですけども、まあね、そこを気にしてたらちょっと運転した使い出ちゃいけないので、紙コップは見ずにちょっと走行していきたいと思います。すごい綺麗、ロードノイズもやっぱり新しい道路っていうのはかなり少ないですね。
まあ、タイヤがもちろん僕が今履いてるレグの GR クロス2っていうのが静粛性が高いタイヤなので音はしにくいんですけど、でもまあすごいいいですね。他の一般道に比べたら明らかに静かです。すごい滑らか。もうね、大体の道路がねこういった感じになってくれたらいいんですけどね、まあなかなか難しいですよね。そこはすごいなんか視聴者側のコメントで、日本の道路って結構その道路の厚み、アスファルトの層っていうのが薄いらしいんですよね、他の世界に比べたら。ですんで結構その何回もね舗装し直したりっていうのがよくあるそうです。世界はねもっと厚いらしいですよ。僕もちょっと知らなかったんで勉強になったんですけども、道路がへこんだりしているのってアスファルトが薄い系ですかね。それともなんかやっぱトラックとかの化石材とかああいうので道路がなんかえぐられたような感じになってますよね。よくねえぐられとるよく車が走るところだけなんかへこんどるみたいなね、変な状況がたまにあったりしますよ。すごい今のところ特に大きな揺れとかもないですね。全然カビコップどう？全然壊れてないです。壊れてない？もうちょっと入れようかなって思っとるぐらい。あーちょい足し入れます？入れましょうか。あでももうゴールですわ。ゴールなので降ります。カビコップが怖いなこれ。傾斜でね車が怖いなそれ。これが怖い。カビコップね。ギリギリ。それが怖い。それが怖いんですよ。ギリギリ。超ギリギリ。超ギリギリ？なんか傾いた時に片方に全部。ああ。下り坂ですよ。下り坂のカーブ、結構急なカーブが。カーブが。急なカーブですよ、これ。多分これ増やしたら、はい、このカーブで、はい、出ます。もうあれじゃ、あの多分こぼれる。今でギリギリだから。はい、それでは走行の方終わりました。で検証結果なんですけども、お水の方どうなったでしょうか。はい、降りてからがねちょっとねあれじゃったんですよ。見てください、どうぞ。はい、こんな感じになっております。お水はこぼれてません。でドリンクホルダー綺麗な状態です。検証結果はこれぐらいコップに水を入れてもこぼれませんでした。パチ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 、はい、っていう感じでした。まあ舗装がねかなり綺麗だったのでやっぱりそんな振動もなかったんですけど、降りてからですね、今ちょっとコンビニの方に来たんですけど、もうねその段差がねもう危なかった。もういつこぼれてもおかしくない状態だったんで、とりあえずねあのバイパスを走っている間は特にね怪しいっていうのはなかったですんでね、よくねあのサービスエリアとかねああいったところでこういう紙コップのコーヒーとかあるじゃないですか、それでもこんぐらい入っとっても大丈夫、大丈夫です。この車じゃ軽かもしれません。もしかしたらダイハツタプトだったらどうなるのか皆さん気になりますよね。このぐらいの水の量でタプトだったら、はい、そういうことです。はい、現在タフトに乗り換えました。はい、運転はもちろんアシスタントのポンちゃんがやってくれております。あのねこれ車取りに戻るまで30分以上かかりました。すごいね渋滞してたんですよ。でもねせっかくなんで皆さんにねお伝えしたいなというのでダイハツタフトバージョンをお送りいたします。もちろん紙コップもちゃんと持ってきましたんで、今からまたこちらの
ドリンクホルダーに紙水を入れて検証していきたいと思います。はい、それでは、あ、来ましたね。入れます。危ない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 、これがこぼれそうじゃん。なもんですかね。大きくない？違くない？いやいや、同じぐらいですよ、大体。大きくないんだけど。ちゃんと運転してください。いや、大きいです。めっちゃ凍れるよ。皆さん、こんな感じですね。はい。はい、順調に走行しております。運転するのはもちろん、アシスタントポンちゃん。今日も、爽快に走行してくれております。こちらのね、お水の入ったコップはこちらのドリンクホルダーに入れております。どうですか？コップに水を入れて運転する気分。絶対こぼれる自信がしかない。しかない。全然大丈夫ですよ。これがね、あのうまいこと言ったら豆腐も運べますよ。豆腐屋の娘になれってこと？そうですね、いけますよ。いや、いいです。これがうまいこと言ったら、ちょっとね、溝落としなんかもねして走れたらいいかなと。運転に集中してくださいよ。いや、してたんですけど、はい、気になりますよね。僕もさっきそうでした。気になりました。はい、でももう気にしないように意識はしました。気になって集中できません。してください。I feel top。 ガソリンがあと20しか走れない。大丈夫ですよ。降りたらガソリンスタンドがありますよ。大丈夫ですよ。ガソリンを入れたらいいだけなんで、もうちょっとで多分ゴールがそろそろ。大丈夫ですよ、見ないでください。大丈夫ですよ。今のね、やっぱり私がちょっとね気になりますよね。大丈夫でしょ、ほら全然量減ってないので。はい、あ、多分そろそろ終わりですね。インターの出口の方が見えてきました。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。左へ出てください。僕1個ちょっと忘れたのがあるんですよ。それがタオル持ってくるの忘れました。こぼれて拭く用の。こぼれた時に、でも大丈夫ですよ、こぼれなかったら。そんなプレッシャーかけないでもらっていいですか？うわ、カーブが見えてまいりました。皆さんは最後の難関カーブです。素晴らしい、クリアしました。でもそこで今なりそうなんですね。何がです？皆さん、今回の検証いかがでしたでしょうか？ちょっとね、その後戻る時にめちゃくちゃ渋滞しとって、でちょっと閉めるのがね、もう暗くなってしまったんですよ。今もう真っ暗ではないんですけどね、ちょっと時間かかってしまいました。本当ね、今回のね、このコップにね水入れてやる検証ね、本当めちゃくちゃ時間だけかかりました。ちょっとね、水ね、もう帰りはね、ちょっともうあの状態から普通のね一般道走ったら多分危なかったけど、ちょっと飲んだんで、ポンちゃんね、結局検証結果はこぼれんかったんですよね。あんだけタプタプに入れたのにだけ、まあもしかしたらね、ポンちゃんはもう僕よりこう運転上手なんかもしれません。まあむしろもう上手です。
はい、素晴らしい、パチ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 っていう感じで、まあ、今回の検証結果は、まあ、綺麗に舗装された道路ではコップに水を入れてもこぼれませんでしたという検証結果になります。はい、最後までねご覧くださってありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回ねこういうちょっとねふざけた企画じゃないですけど、どれだけ綺麗なのかっていうのを皆さんにお伝えできたのではないでしょうか。はい、そんな感じでね、まあ、広島の方にぜひね来られた際や、まあ、広島に住んでいる方はぜひね新しいバイパスを通ってみてください。はい、それでは本日の動画もしよかったなと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。